壊れた金付き相手に結構喋るじゃん。うわ、かっこいいお姉さんだ。どうも、私はセーバル、このからくり工房のオーナーだ。気にすんなって、初めてベロブルグに来たんだろ。この町の人情味を味わってくれたら私も嬉しいからさ。ところで、あんたたち暇そうだね。機器の修理を手伝ってくれない？手工芸だと思えば面白いよ。よし、じゃあお姉さんがお手本を見せてやる。手先が器用で察しもいい。私の助手にならない？報酬の保証はできないけど、他の福利厚生なら安心していいから。はあ、流されやすいにも程があるでしょう。冗談だって、真に受けないでよ。私は別の仕事があるから、他のところも回っておいでよ。からくり工房はいつでもあんたたちを歓迎する。もちろん買い物してってくれるなら大歓迎だ。